はい、えー、っとですね、もうすでにね、これ、天砲のね、マハジャン6をやってるわけなんですけども、まあ、はや第3回ということになるんですけど、まあ、この動画見てくれる方、まあ、たくさんいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、あのー、この番組はですね、まあ、どちらかといえば、あのー、マハジャン、 を知らないよっていうか、麻雀をやったことがないよっていう人向けにですね、あの、喋ってることが多々多いので、ちょっと上級者向けの動画ではないかなと思うんですけども、まあ、僕が麻雀初心者の方に分かりやすくね、あの、説明をしたりとか、まあ、だべりながらですけど、まあ、対局をしていくと。 でまあ、本当はね、あのー、正式な ID を作って、戦績出してやっていきたかったんですけど、ちょっと ID の方がどっか行ってしまったっていうか、あのー、手違いで消してしまったので、うん。えー、なんでね、あのー、一応 ID の方は、あのー まあ代,代表の鈴木と一応名前はなってますけども、これ、戦績には一応残らないという方向性で今います。7日経ったら、確か再登録ができるらしいので、その時から、もしかしたら途中からあの戦績付きの ID で始める可能性もあります。その時ちょっと名前変わっちゃうかどうかわかんないんですけど、とりあえずね、今、個室6733っていうの画面に見えてると思うんですけど、 こういうふうに個室を作るんですけど対戦はあの個室ではないので基本的には団位戦をゲストとしてプレイしていくとでルールは一応4人麻雀の食いやり赤といって、まあ、赤が入って泣いてもいいですよっていう麻雀をしますでこれ当然コンピューターではなくてリアルタイムに、あのー、同じようにねどっかネットから繋いでる方が一応あの打ってらっしゃるので うん、その方たちと打つことになります。ということで、ちょっとやっていきましょう。え第3回で、まあ、第1回と第2回目は一応に2着だったんですけど、まあ、今日は3回目なんで、まあ、これでさすがに、ね、2着だったらねあの、3連続2着ってお前どうしたっていう話なので、うん、<coughs> まあね、正直、 一着にね、なるかならんかっていうのは、まあ、状況、本当に状況次第だと思うので、うん、なんですけどね。まあ、うまくね、うん、いけるといいんだけどなはい、えー、ちいちゃからです。えー、トーンっていうことで、ちいちゃから僕は入ってきます。 はい、親からでございます。はい。まあね、あの自牌から切るなっていうのをよくなんか、なんだっけな、なんか麻雀がめちゃくちゃ強いっていう桜井昭一さんっていう人かなうんだっけながなんか自牌から切るのは桜井流ではアウトだみたいなことなんか 言ってたらしいんでまあ、それは結局、あのー、最終的に、ね、あのー、他、ちゃまあ、他人がね、リーチをこうかけたときに、まあ、テンしたときに、あのー、差し込まないに、やっぱ自配の方が安敗なのかなっていうのがあったりとかしてることで、やっぱ残しておくとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、僕の場合はもう、そうですね、まあ、あのー、必要ないところから序盤をもう切り、どんどん切り落としていって、転廃作っていって、 うん。で、まあ、できるだけ早く上がると。もうそれがなんかベストな選択だと思ってるので、まあ、あんまりそういうのには影響されてるつもりはないんですけど。<laughs> うん。まあ、理論とか、まあ、ありますけど。 言ってね。まあ、自分の打ち方っていうのもあると思いますし、うん、これもテンパイですね。取ります。えっと、ドラが2枚含んでるんで、まあ、頭で使って、スチピ待ちということで、タイヤをドラ、ドラ、ドラと、赤ドラ1のドラドラということで。 上がっていいきたいなとうううふうに思うんですけどここでもリーチ入りましたねうんはいここでロンです <laughs> ということでこれが単位ヤをドラドラドラとピンピン611600点はい出だしから結構好調かなというふうに思います <laughs> まあねまあというのもでも差し込んでもここ赤くなってると思うんですけどこの人今回線落ちしてるので 正直あのー、コンピューターが打ってるというかね <laughs> まあつもぎり状態になってるのかなだからこっから出てもおかしくないんですよ正直だからあんまり嬉しくないというかうん、まあ、勝負になってないんですよねまあ今9番切り落としたのちょっとミスなんですけどうんまあいいですね結局9番切り落としてもこれで結果おらイかなうん まあ基本的にはピン風とタイヤを系に一応染めていくっていう感じの打ち方を一応僕はしてますけどまあね単品3式っていうのが一番綺麗な手かなというふうにも思うのでまあ面単品3式ですよね。 まあそこにうまく持っていけたらっていうのがベストだと思うんですけど、なかなかね、そうもいかないので、うん、早、は、く、い、泣いてくると。まあ、ちょっと1回目、2回目を見てくれた方は、ちょっと分かってると思うんですけど、なんか僕、1回目はまだしても2回目、ものすごく元気なかったなと思う人も。うー、入っちゃうかー。それならどうしよっかな。あ。 どこ切っても結局これ、うん、本当はピンフ行きたかったんですけど、ここね、うん、ウーアンとスーッソー待ちということで。<coughs> まあね、あのー、1回目はまだ寝れてないっていうのもあるんですけど、2回目はね、ちょっとね、まあ、収録環境的にもね、あんまりよろしくない時間帯だったもんですから、ちょっと小声になってしまったっていうのもあるんですけど、うん、それ論ですね。はい。えリー、D、ターン。 ドラ1と。絶好調だね。はあ、まあ、早いだけささっと終わっちゃうんでね、こんなの。うん。本当 <laughs> そうまあ、運ゲーう、ね、運に左右されるゲームですねっていうふうにね、あのー、よく麻雀やってる方、言われる方いますけど、まあ、当然、やっぱ勝ちに一番影響してくるのって運なのかなとは僕は思うんですけど、 やっぱりね、運営運営言ってもね、やっぱり麻雀って聞く、あのー、やっぱ攻め時と守り時っていうのをきっちりね、あの勘、ー、ももちろんそうなんですけど、やっぱりよく周りをね、観察してね、じゃあ相手が、じゃあ今どういう状態で歩くのかっていうのとかね、うん、そういうのをなんかこう推測しながら打っていく、うん、特にやっぱり、あのー、本気で打つってなってくると、攻めよりも結局守りなんですよね。うん 攻めよりも守り。なるほど。結局、攻めよりもなんか守りっていう感じになるもんですから、やっぱ守るのがやっぱ強い方は、まあ強いというか、平均的にやっぱ、ね、上の順位になることがやっぱ多くなります。僕はまあ第1回、第2回目、まあ2着なんで、まあ見てもらえば分かるんですけど、 まあ基本的にはそんな間違った打ち筋はしてないかなっていうふうには思ってるんですけど、うん、ただまあこれがね、正しい打ち筋っていうのはないので、うん、ただまあ、二回戦やったら臨斜解放とかやってたからね、ああいうのはちょっともう、運ゲーというか、本当にたまたまっていう感じのもんなんで、うん。基本的には僕、セオリーな打ち方をしてると思います。うん、特別なんか変わったこととかもないですしね。 うん、これカンパワン1入ってくればサブロッピン待ちにするっていうのがベストなんですけど。うーんなるほど。まあ、ここ切り落としていくかな、じゃあ <coughs>。サブロッピン入ってくるのもいいんですけど、ここで、そっか、なるほどね。 あーで、こういう時に結局守れるかどうかなんですけど、ここね、回したいところなんですけど、いきます。うん。やっぱ、あのー、ここちょっと切り落として、Q1 そうかな。まあ、なんか、なんていうのかな、まあ、 まあ、レアンウッピン切れてパーピン。まあ、キュッソーを1巡目に切ってるところをまあ見るとあの、キュッソーの周りは持ってなかったのかなっていう印象なわけですよ。で当然、これリーチとかっていうのはないんだけど、どうだろう。まあ、ウッピン切ってもね、大丈夫なんで、ここは。うん、ここはちょっと行かしてもらいたいね。あー リャンピン切りでリーチをかけます。これでウッパーは待ちに多分なってくると思うんで。うん。うーん、ここでちょっとかけちゃったのが残念でしょうかな。まあかけなくてもよかったかもしれないです。うん。ちょっとミス。ミスって言えばミス。でこれ基本的にマンズにこういう時って偏ってるわけじゃないですか。 なんでこう染めていきたいっていうのはあるんですけど <laughs> これも本当状況次第でうんまあ基本的には僕こういう時ってまあ逆らわずに染めに行くんですけど吐く1枚切れてまあペンへ泣かしてくれるとね本当ありがたいんですけどなかなかそうもいかないうんかまあ基本的にはもうこれと決めたらその方向性に向かって全通。 していくっていうスタイルではいるんですけどやっぱりそこはやっぱり守りに入る時っていうのはまあ決めないといけないのでやはり相手の天敗気配をね、あのー、察知したらそこはすかさずもうそこは攻めから転じて、あのー、例えば今であればペイ持ってるんで、うん、これですよねこう持ってるんで、あのー、ペイを切り落としていくとかねっていうことも多分できたりとかすると思うんですよね。 でこれ初の次チューンドラなのでチューンは切り落としたくないんですけどもう2枚落ちているのでまあさほど待ちで待,れる待たれることもないのかなっていうこともあるので一応安牌としてチューンを取っておくとまあ初がその絡んでくればうん当然初もう1枚絡んでくれば初をまあ頭はないし固めに使うっていうのも考えるしっていううん だからここでリーチが入った時に一応チューンが現物なのでチューンはここは切り落とすんですけどまあこの後にねだからねハツがまだ見えてないので2枚切り落とすのはもちろん怖いわけですよでペイはもう確実にここでアンパイなわけなのでこういう時に勝負に行くのかねどうなのかっていうとこだと思いますでここの分岐点では僕はまあ一応ペイをもう切り落としていくっていうスタイルです うん、これ初切れたんでここら辺安対なんでね当然ここは無理をせずにあのー、切り落としていくスタイル現物からね、まあ、ここら辺まで切り落としていくわけですよでもこの次が困ったもんなんですよねまあ だからこの辺が入ってきちゃうとここで泣き入るわけじゃないですか。ここでこういう攻めに行くスタイルをするとじゃあどうなるかっていう話なわけですよ。うん、当然もうこれ上がり手があのー、染めてもしくはまあ染めてが一番近いんですけど。 だ例えば E1、SU1 泣けるんであれば、当然パスを、ロスを切り落としていくっていうのも考えるんですけど、うん。でこれ入るじゃないですか。で、あとちょっとの順しかないので、この辺切り落としていきたいんですけど、いや、ちょっと、うん。で、これテンパイ取れば1500点で、ここまあ、継続。で、結局マチ的には、ンピンリャンピンウッソだったかな、今。うん。<laughs> ちょっと見てなかったですけど。 3本リーボー出てるんでね、ここ上がっときたいんですけど。 おぉ、ポン入ります。おぉ、ポン合戦だね。G だね、うん。よくなんか人の打ち方に割とケチつける人っていますけど、まあ、それこそ別に打ち方っていうのにね、さっきも言った通り別に決まりっていうのはないんで、 うん、別に正直僕的にはねどっから切り落とそうか何をどうしようかまあ別にそんなに言うつもりもないんですけど、うん、やっぱり僕は僕のスタイルをやっぱり守っていきたいそやっぱり天敗パへの最短距離 っていうのがまあ一番ですよね一番はやっぱテンパイの最短距離を意識しつつ打つであとはまあこうテンパイ気配をさした時にそこをうまく出さないようにっていうのと、うん、これね下手したらこの回線落ちしてる方が飛んでしまうまあでも今4万7600点持ってるのでまあ今落ちられてもね僕は1位になるだけなので別に何にも問題はないんですけど、まあ、例えばこうトーン2枚持ってる時だったらまあもちろんこれでもな企画で 上がれるので、うん、さっさと流していきましょうっていうことなんですけどねここでまず E ピンを泣く自体がものすごく怪しい行為なんだけどもここであっさりねトーンを泣かしてくれるようであれば相手はちょっと分かってない人たちなのかなっていう、うん、ちょっと文句つけてね早速うんでやっぱりねただねこのね1500点の方がねあのー、まあいるわけじゃないですか ね、1500点の方がトーンをねあっさりポロッと出してくんないかなっていう祈りを込めてこういう泣き方をあえてねしてみるんだけどそうなんですよもう明らかにい,いピンとこの日 <laughs> 頃の想ずの泣きをしてる時点で うんもう役配なのかなとかね自敗役配まあその辺で後付けなのかなっていうのはもう見え見えなんだけどで見えてないのがまあペーはまず1枚見えてるんだけですしトンがまあ1枚もまあ場にね見えてないところを見るとあからさまに怪しいわけですよだからねなかなかそうそう出さないと思うんですよこうなってきたらまず少なくとも親ないしお こやつはバカなのかああ、なるほど。それならばまあ、ウッピー、頭短期、赤で待つと。あれだね、全図するんだね、やっぱこう。うん、最近の子は全図するのかな守らないのかな、まあ、邪魔だから切ったっていうだけだと思うんですけど。うん これドラじゃないですかでドラじゃないですかここね、落としてきます。落とします。なるほど。非常に危険なとこばっか持ってると。リーチ、やばいな。 現物がちょっとないんですよねーただまあウーアンウーアン,ウーアンは大丈夫かウーアンをとりあえず切り落としてくで同級はの選択、まあ、スっチうん なるほど。いやーそうか。数案がね、うん。<laughs> うはっ何これ、0点 ?0 点なのもう終わっちゃうじゃん、つもったら。そういね。 ドラ1枚あるんでドラうまく重なってくれればいいなと思うんですけどいやまだ点トン2曲だからねこれね、はあ、トン2局だからねなんだかんだ言ってさっき一ピン切ったの間違いだねみたいなあ,あドラ重なるね綺麗にうん これがやっぱ勝利するために絶対的に必要なとこだと思うんですよ。うん。もう、バカバカとか言っちゃったごめん。うん。ちょっと口が悪いね、俺ね。まあ、いつものことなんだけど。うん やっぱこうやって、その、ドラをね、あっさり泣かしてくれるっていう行為をするっていうことは、やっぱ、善通する子なのかなっていう印象ですよね。まあ、だから悪いっていうわけじゃないんですけど、うん、これでも、あの、ウッパーピン出れば、上がって、終了なので。 それが早いうちに出てくるかどうか、オーロン、うん、前途でエンドさせて、で、飛ばして、どうだ、7700ということで、これもね、ちょっと分かんないんですけど、二画を、この、なんか、イオーアーヒ、よく分かんないですけど、この人が16.0で二画をしたということで、うんえー、代表の鈴木さん、あの初勝利というか、まあ、一1着はこれが、あの初めてになります。 ということで、えー、天砲マージャンでした。まあね、正直俺は運ですよ。うん、運,運もありますならもう、その状況を見てね、勝っていかないとダメかなっていう。まあ今日はプラス56.0ということで相当勝ちましたけど、まあよかったです。今日はありがとうございました。